このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はイケメン美人の白黒猫兄弟甘えて遊んで癒しの時間ということでですね、ここでまったりしてる猫ちゃんたち3匹いてるんですけれども、この子たちは実は兄弟なんですね。黒猫のノエルくんです。男の子ですね。この子は一番引っ込み思案かなと思うんですけれども、真ん中にいてるのがね、さとりちゃんって言います。で、隣にいてるのが小鳥ちゃんですね。で、鼻の頭が黒い子が小鳥ちゃん、白い子がさとりちゃんということでね、とっても似てる子たちなんですけれどもね、どちらも穏やかでね、可愛い子たちですね。混ぜられるのがね、すごく大好きな子かなっていう感じがしておりますね。さとりちゃんがね、動き出しましたよ。ちょっと一番活発な子なんでね、いろいろ動いたりとかはするんですけれどもね。ノエル君はね、最初人見知りが激しくてね、デビューが遅れてしまった子なんですけれどもね。あら、小鳥ちゃんも動き出しましたね。撫でたのでちょっとね、活発になってきたのかな。隣を見るとね、こんな感じで猫ちゃんが集まってたんですよね。で、小鳥ちゃんはね、誰かにくっついたいということでね、ノエル君にくっついておりますけれども、すごくね、甘えたさんですよね。でね、この日というのは営業を再開して3日目ぐらいの時なんですけれども、すごくね、みんな甘えたさんになってましてね、こうやって撫でられ待ちをしてるんですよね。うん、さとりちゃんもね、撫でられて嬉しそうですよ。お、この子はピンちゃんだな。膝の上に乗ってきてくれましたよ。すごく癒しの時間なんですけれどもね。で、実はね、今回の動画の続きの部分っていうのは、以前動画配信しました、あのおねだりがパワーアップしてましたっていう動画があったんですけれども、この続きですので、もし合わせて見ていただけると、あ、こんな感じで猫ちゃんたちがね、おねだりしてるっていうのがわかるかなと思うので、そちらも楽しみいただければなと思っております。うん、ノエル君とね、小鳥ちゃんがね、一緒になでなでさせてくれておりますね。で、この子はね、ポコくんって言いますよ。この子は兄弟ではないんですけれどもね、同じような時期に来た子なんですけれども、とってもね、綺麗な子ですよね。小鳥ちゃんはね、撫でられるのが大好きな子なんですよね。うん、猫枕とかね、普段さしてくれるんですよ。で、さとりちゃんはね、遊んだりとかするのも大好きな子ですね。で、こんな感じでね、スリーってやってくれるんですよ。可愛いでしょ。今回のお店は大阪南波にある保護猫カフェ、猫のえにわさんです。なんかみんな一点を集中してますね。ちょっと上の方で音がしたんでしょうけれどもね。すごい絵になってるでしょう。もう猫ちゃんたちがね、甘えに来てくれてるんですよ。ちょっと移動し始めたな、みんな。どっか行っちゃうかな？あ、でもなでさせてくれてますね。うん、本当にね、穏やかな子が多いんですよね、ここの子たちっていうのは。なでなで気持ちいいよ。少しずつね、活発になってきましたのでね、おもちゃで遊んでいきたいと思います。ということでね、今回ね、小鳥ちゃんから遊んでますよ。普段あんま遊ばない子なんですけれどもね、なぜかこの日はよく遊んでくれておりました。ちょいちょいしてくれてますね。うん、かわいいね。でも小鳥ちゃんってこんな感じで遊ぶんですね。ひょっとしたら猫兄さんは初めて小鳥ちゃんが遊んでるのを見たのかもしれないですね。結構珍しいかもしれないですよ。イチャイチャイしてる。さあ、さとりちゃん。さとりちゃん、本当によく遊ぶ子なんですよね。お、おお、小鳥ちゃんが遊んでるよ。あ、ディオくんが来たな。8割のディオくんなんですけれどもね。おお、珍しく小鳥ちゃんがこんなにハッスルしてる。これでもハッスルしてる方なんですよ、小鳥ちゃんからしたら。ちょいちょい猫パンチかわいいね。おー、こんな感じか。あ、デュオくんが伸びてきたな。あら、ピコロさんも来たよ。ピコロさんも普段遊ばない子なんですけれどもね。あらあら、さとりちゃん結構遠慮がちな子なんでね、おもちゃを目の前に見せてるんですけれども、ちょっと遠慮しちゃってるな、他の子来てるので。ということで、ノエルくんと遊びましょうか。ちょいちょいちょい。うん、ノエル君はね、本当に最初の頃はね、遊べなかったんですよね、おもちゃで。で、さとりちゃんとかと一緒にね、遊んでるうちにこんな感じで遊べるようになったんですよね。
でチラッと見るとね猫ちゃんが集まってるんですよね。ちょっとおもちゃで遊びたいなって感じだったのかもしれないですけれども、うん、ディオくんが来たよねえ、ディオくんも園長さんですからね。うん、ちゃいちゃいちゃいすごい見つめられてるとね遊びにくいかなとは思うんですけれどもね、ノエルくんさあそれではもう一度サトリちゃんに行きましょうか。うん、ちょいちょいちょいしてるよ。立ち上がったよ。うん、かわいいねサトリちゃん。いつもねこんな感じで遊んでくれる子なんですね。うん、美人さんだ。さあ小鳥ちゃんは、うん、小鳥ちゃんまた遊んでくれてるね。カミカミしてるよ。ただねこう猫鍋ですかね、こっからは出てきてくれないんですけれども両手で掴んでね可愛かったですよ。棒の部分でも遊んでくれてますね。小鳥ちゃんがね一番我が家のクーちゃんに似てるんですよね、この感じ、ね、かわいい子だよ。ちゃいちゃいちゃい。さあさとりちゃんも、あれ反応が鈍くなってきた。小鳥ちゃんはどう？さっきまで遊んでくれたんですけれども、あら反応がないかな。あら移動しようとしてるな。どうでしょうか、棒の部分でももう遊ばない。あ、触ると移動しちゃいましたね。さあさとりちゃんはどう？あら移動しちゃうかな。開けてきましたか。あ、でもちょいってしてくれてるね。両手で掴んでるよ。かわいいねさとりちゃん。あら下にはラテくんとポコくんがいましたね。皆様いかがだったでしょうか。3兄弟ね、癒しの子たちでした。これからもね猫ちゃんのかわいい動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫のえにわさんでした。